はい、皆さん、こんにちは。グッキンです。今回はですね、パンダアップデートとペンギンアップデートというものについて説明していきたいと思います。はいでアップデートとは何なのかと言いますと、こちらはですね、Google が価値のあるサイトっていうのを上位表示させるためにですね、定期的に行う順位変動ですね。なので、これによって、 まあ、価値の低いサイトっていうのを、えー、下に下げていきたいっていうのが、えー、Google の意図ということになっていますで2つのアップデートということでアップデート、えー、2種類ありまして、えー、まずパンダアップデートというものですねでもう1つが、えー、ペンギンアップデートというものになっていますで、まあ、それぞれ、えー、どういった特徴があるのかっていうのを見ていきたいと思います、えー、まずパンダアップデートに関してですね パンダアップデートは、一言で言えば、価値の低いサイトの順位を下げていくというアップデートになっています。で、価値の低いサイトっていうのは、どういったサイトかと言いますと、重複コンテンツが多いとか、専門性や独自性がないとか、あとは内容が薄いとか、こういったものになっています。Google からしても、僕らユーザーからしてもですね、何か情報が欲しいってなった時に、 えまあこういうサイトが上の方にいっぱいあると正直邪魔ですよねもうちょいあの役に立つサイトを上に上げてくれないかなっていうふうに思うと思うんですよでまあ Google っていうのもまあそれをよく理解していて、えー、まあこういった価値のないサイトっていうのを、えー、ある程度定期的にチェックして下に下げていくっていうことですねそれがパンダアップデートというものになっていますはい、えー、でペンギンアップデートなんですけれども ペンギンアップデートは、一言で言うと、過剰な非リンクのあるサイトっていうのの順位を下げていくというものですね。過剰な非リンクということで、過剰な外部 SEO という言い方もできるかなと思います。内容を見ていくと、サテライトサイトからの非リンクとか、あとは有料の非リンクとか、あとは過剰な相互リンクとか、こういったものが過剰な非リンクに当たるかなと思います。 特にこのサテライトサイトからの非リンクですね、えー、これっていうのは本当自作自演以外の何物でもないので、えー、Google っていうのは相当あの嫌いますねなので、まあ、このサテライトサイトからの非リンクっていうのは基本的にやらない方がいいかなと思いますであとは有料の非リンクですねまあ仮にお金を払って有料の非リンクを買ってたとしたら、まあ、ちょっと外したくないっていう気持ちもあるかもしれないんですけど、えーまあ、それっていうのはやっぱり不自然なんで 外した方がいいいかなと思いますであとはまあ過剰な相互リンクということでやっぱりあの相互リンクばっかりで非リンクしてるとですねやっぱり Google っていうのはよく思わないんですね、まあ、Google があの非リンクとして認めてるのは本当にあの自然な非リンクだけと言ってもいいぐらいですねナチュラルにあこのサイトすごいっていう風に思われて非リンクされる、まあ、そういったものだけを残したいんですね Google としては なので、まあ、こういった非リンクばかりのサイトっていうのは、えー、下に下げていきたいということですね。まあ、それがペンギンアップデートというものですね。はいえーでまあ、もし自分のサイトのです、ねえー、順位がアップデートによって下がってしまったらということで、えー、そういう時はですね、えー、慌てずに原因を潰していきましょうということですね。まあ、さっき言ったようなことをですね、潰していくってことですね。ま,あ、まず、えー、質の低い記事っていうものを消してみたりとか、 あとは、えー、なんか、重複してそうな、えー、他にもなんか同じようなことを書いた記事あったなって思ったら、えー、片方を消してみるとか、えー、あとは、まあ、自演の非リンクですね、えーまあ、サテライトとか、まあ、有料の非リンクとか、そういったものがあるんであれば、えー、外すっていうことですね。えーまあ、こういった対策を、まあ、慌てずに、えー、一つ一つ潰していきましょうということですね。で、ある程度潰せば、また順位っていうのは戻りますので、なので、まあ、慌てずに対処していただければいいかなと思います。 はい、えー、で最後まとめということで、えー、まあアップデートを受けないために必要なこととしてはですねまず質の高い記事を書くっていうのが前提になりますねそして、まあ、不自然な皮肉っていうのは使わないということですねでまあ普通にですねサイト運営をしていればそう、えー、早々アップデートっていうのは引っかかることはないと思うので、まあ、そこまで心配する必要はないのかなと、えー、個人的には思います でまあ、もし、えー、アップデートにかかってしまって順位が下がっちゃったとしても、えーまあ、慌てずに、えー、対処していきましょうということですね、えー、まあ本当にですね、まあ、普通にちゃんとサイトを運営してれば、まあ、アップデートかかることってそんなになくて、まあ、怖いのは Google の手動ペナルティとかあっちの方が全然怖いので,で、まあ、こっちのアップデートの方はですね、えー、そこまで怯える必要はないのかなと思います はいというわけで今回はですね Google の2種類のアップデートについて説明をしました最後まで動画をご覧いただきありがとうございましたここまで動画をご覧いただきありがとうございます YouTube チャンネルやブログの方では最新の情報をどんどん更新していますのでもしよければ登録してくださいというわけで次回の動画でまたお会いしましょう